富士工事12月8日から1938年7月17日は日本の建築家、建築学者、広島県出身、建築環境工学の先駆者の一人、東京帝国大学工科大学建築学科卒業、広島県福山市の酒造家、金融業の黒金屋の次男として生まれる、経済的にも文化的にも恵まれた環境で育ち、 福山中学校、第六高等学校を経て1913年、東京帝国大学校科大学建築学科を卒業後、竹中公務店に就職。大阪朝日新聞社などの設計を手掛け、1919年まで勤務。同社退職後から約9ヶ月間、欧米諸国を準有。この際、環境工学への関心を高めた。 欧米から帰国した後の1920年、東京の武田51が創設した京都、帝国大学工学部建築学科に招かれ1926年に教授となった。赴任した1920年、藤井は天皇さんの麓、京都府大山崎の山手に1万坪もの土地を購入。この地でほぼ2年ごと、計4回、自定を建て、それを知人に譲り、 また自邸を建てるということを繰り返し、これらの住宅に実際住むことにより、日本の風土に適した住宅のありようを追求した。1928年に完成させた現存する最後の一棟は、長築居と命名され、近代住宅建築の名作として名高い。この木造平屋の住宅で、藤井は環境工学というアプローチから、日本の気候、生活、風土と、 西洋的な空間構成とを融合させる優れた手法を提示した。木造平屋で畳敷小上がりを備えた和風住宅のようでありながら椅子や家電ウォーク、板張り部屋などで近代生活にも対応し、また床下と天井裏を結ぶ通風口による自然空調など蒸し暑い日本の気候に配慮している。近年、長築居とともに 藤井は環境工学の先駆者として再び注目を浴び多くの建築士で取り上げられるようになった。また万毛移民住宅にも関心を持ち日本学術振興会の国民豊か力問題交際委員会に参加し居住問題に尽力した。1936年には教え子の一人で後に建築環境工学の体制者となる前田敏夫 万蒙開拓移民向け住宅の研究をしていた満州医科大学に送り込んでいる。趣味人としても名を馳せた。佐藤、稼働は元よりボートや焼き物なども足しなみ、敷地内にはいくつかの茶室と陶芸用と職人用の住居もあった。洋服は神戸の中国人テーラーに仕立てさせ、和服は東京、日本橋から取り寄せた。日本で初めて、 オペルを購入し大学への通勤に使った。こうした美的なこだわりは建築にも反映しており、建築資材やディテールにその趣味が伺える。実著にも特好きの和紙を使うなど、凝り性の一面を覗かせている。藤井は約10年間、長築居で暮らし、1938年、住宅建築に捧げた生涯を49歳で終えている。藤井の設計したものは、 京都を中心に約50件余りの作品があると言われている。現在、その功績にちなみ、京都府建築士会により、藤井工事賞の検証が行われている。妻は男爵、千下高富の書子、久子。孫に映画監督の馬場康夫がいる。長築居現存する者の,のみ。ありがとうございます。